ホテルオークラ東京は、東京都港と港区虎ノ門2丁目にある高級ホテル、ザオクラ東京を運営する、ホテルオークラの連結子会社。ホテルオークラは、帝国ホテル東京、ホテルニューオータニと共に、ホテルの古三夜と称される。現在の港区虎ノ門2丁目のあたる江戸見坂、嶺南坂、潮見坂に囲まれた地域には、天保年間、川越藩 松平山と守るの屋敷があった。明治期以降は政府が接収し、公部省地理領などとして使われていたが、1878年、大倉財閥の創始者である大倉喜八郎が購入し、邸宅を構えた。広大な敷地内には喜八郎が収集した美術品を展示する施設美術館も設立され、それが後に日本初の私立美術館。 大倉修古官となった。木八郎の長男である大倉木七郎は、1922年から父の後を継ぎ、帝国ホテル会長を務め、1924年、大倉組頭取に就任し、川名ホテルや赤倉観光ホテルの創業を手掛けた。戦後の公職追放と財閥解体を経て木七郎は、大倉昭治監査役に復帰し、 帝国ホテル社長への帰り咲きも渇望するが、それが叶わないと見るや、1958年に資本金10億円で体制観光を設立。邸宅後に1962年、ホテルオークラを開業した。木八郎が設立した有限責任日本の僕会社を前身とする体制建設が施行になった本館は、皇帝さと法規による高さ制限等を適合させ、 坂上にホテルエントランスを、坂下には、宴会場エントランスを設けた、地上6階地下6階の画期的な建築であり、中心のエレベーターホールから3つの客室棟に伸びる、水屋式建築も、客室を効率的に作るのに、合理性の高いものだった。1973年には、別館も開業しに艦体制となった。1987年の開業25周年を機に、 運営会社は大成観光からホテルオークラに社名を改め、2001年には所有、経営、運営の分離を図り、経営改革を推し進めるべく、ホテルオークラはホテルオークラ東京を設立して、当ホテルを分社化した。2014年5月、ホテルオークラは竣工して50年が経過し、老朽化が顕著となった本館の建て替えを発表。 2016年6月から建て替えに着手し、施向は本館建築時と同様に体制建設が担い、ホテルとオフィスを併設した地上41階地下1階の高層棟、大倉プレステージタワーと、ホテルとレストランのみの構成となる地上17階地下1階の中層棟、大倉ヘリテージウィングの2棟を新築し、ホテル前提となる大倉スクエアも整備。 さらにこの広場を創出するため、大倉集古館は、A や工事によって、約6メートル移動することになった。これら工事の完了を受け、2019年9月12日に再開業し、それを機に、ホテル名称は、ザ・オクラ東京へと改められた。なお別館は、ザ・オクラ東京開業後も、ホテル・オクラ東京別館として、営業を継続していたが、 新型コロナウイルスの影響で2020年5月から休業し9月末で営業を終了した。後地は10月1日から2021年9月末までの予定で東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会に貸し出されボランティア用のユニフォームの配布などに活用される。開発にあたっては建て替えの障害となっていた敷地全域の都市計画公園指定を 新制度、港区公園町づくり制度を適用することで、建て替えを可能とした。新設した都市計画公園を含む約2.6ヘクタールの敷地の50%以上を、緑地及び広場として公開整備し、さらに地区計画指定と再開発等促進区を定め、この18万平方メートルの複合ビルは実現に至っている。客室は41階建ての構想棟。 大倉プレステージタワーに368、17階建ての中層棟、大倉ヘリテージウィングに140の計508室を設けた。付帯施設として、宴会場19、レストラン5、バー2、フィットネスクラブ、ビジネスセンター、チャペル、美容室、写真室等も備えた。周辺を坂道に囲まれているため、メインロビーは5階に設置され、 宴会場エントランスは1階に置き、宿泊客と宴会客の動線を分ける作りとした。プレステージタワーの8階から25階までは、オフィスとなり、新設となった都市計画公園に面する三与階のエントランスホールから目的階に向かう。基準外科支出は、ワンフロア約2200平方メートル、天井高は2850ミリメートルとなっている。なお、 オフィス床は、ホテル大倉、大成建設、新日鉄工和不動産などが出資する特別目的会社が完成後に取得している。両棟は、フロア2フロアのガラスで構成されたカーテンウォールにより、ホテルとオフィスの際はシンプルな立面に溶け込み、さらに長部のファーリングを一層際立たせ、凛とした姿によりタワーのシンボル性は高められた。ただし、近辺も、 再開発が進み、タワーの客室もあまり眺めが良くない。旧本館ロビーなどはその芸術的評価から建て替えに疑問を呈する意見も紛失し、米ワシントンポストが建て替えに疑問を呈し、A、モノクル市では建て替え反対の記事も載り、E、ボッテがベネタのデザイナーであるトーマス・マイヤーが発起人となって、同ブランド公式サイトに特設サイトが設けられ、SNS を通じて、 西武市役らが発信された。また、取り壊しを惜しむと、旧本館ロビーは、国内外の見学者で埋まるようになった。そうした動静を踏まえ、ホテル大倉側も、ロビーは、唯一無二の空間。ロビーがあることで差別化になると考えていたとして、2015年10月、谷口義郎の長男で建築家の吉を、設計チームに起用し、衣装を移設するなどして、ロビーは、 引き継ぐと発表した。これによって、吉郎が設計した、旧本館ロビーにあった、古墳時代の首飾りをイメージした照明、オークラランターン、日の光柔らかにせく、朝の葉紋用の木組み講師など、和の文様と装飾で彩られ高く評価された空間が吉郎の設計のもと、プレステージタワーのロビーに再現され、ヘリテージウィングのロビーには、旧本館平安の間で使用されていた。 京都西本願寺が所蔵する国宝、36人歌集の漁師を模した壁面装飾が移設された。客室設備、プレステージタワー、ヘリテージウィング及び大倉集古館に囲まれた場所に谷口義雄の提案により作られたザ・オクラ東京の顔となる広場。噴水がある大きな水盤を設け、その中に六角形の島を置いた。 水盤には時間の経過により様々な情景が映し出されるという。ザ・オクラ、東京や大倉スクエアの整備の関係から、大倉ク州古間は約6メートル営化され、地下を増築して収蔵庫を新設し、これまであった霊南坂川の平和取り除かれた。誰でも気軽に入ることができる、より開放的な空間が創出され、界隈の防災拠点としての役割も担っていく。 2007年に大阪の船場喫茶で起きた牛肉の産地、起草事件の際には、素材の安定的な仕入れが保証できない場合、メニューから産地を限定する表現を緩めるようにしている。とコメントしていたにもかかわらず、2013年11月7日、ホテルオークラの宇田健次上席執行役員、成瀬正春、取締役、鈴木隆太郎広報担当部長らは、 消費者庁クラブにて運営する13ホテルと関連会社3社のレストランや宴会場、ルームサービスなどにて提供した計235品目の使用食材とメニュー表示が異なっていた信頼と期待を裏切ったことをお詫びすると発表した。これまで虚偽の表示で販売された総数は計約38万6000食、販売額は計約8億7000万円にも上り、 同社は利用を確認することができれば返金には応じるとしている。ありがとうございます。